つも一緒ラジオ関西です。9時になります。ヒロのストムの走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入るとかっこ自称かっこ笑いという私明節のヒロのストムがいくつになっても青春やでと元気印のタコ仲間を引き連れ、今宵颯爽と勢ぞろい。まずはホラー映画なら日本を代表する大スター、海外にも熱烈なファンがいるゾンビの帝王、深夜の語り部俳優三部深夜。次にヒートビートレコードの上藤恭生率いる可憐な乙女の美人歌手富山かなちゃん。さらに演歌の世界のピカイチジェントルマン、メロディーレコーズ山田敏香。さては小さな頃から歌好きで元気と勇気を届けたい奈良県出身星野由美ちゃん。そしていつも愉快なハッピーハッシー超万次郎に伊藤哲夫、劇団ヒポポクラテスの山本ゆかりさんに柏原神宮前、いつも控えめ仕事ください、なにわ鉄道の女社長松田雅子さん。もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコ仲間。月曜の夜9時はみんなで一緒に楽しいひととき、歌って笑ってせーの走れタコ。この番組はなにわテクノ株式会社、レンゲメディカルグループ、株式会社銀河ステージ、月しゃぶ亭来日店茨城店各社の提供でお送りします。走れ。苦節30年防水工事一筋、大きなビルから小さなベランダの工事まで、女社長だからできるきめ細かな仕事、社長一言仕事ください。06-6327-9992 06-6327-9992 防水工事のなにわテクノ株式会社。近畿一円どこでも行きます。何でもやります。やらせてください。社長もう一言お電話待ってます。電話したってね。レンゲメディカルグループは老人ホームのレンゲホーム、サービス付き高齢者向け住宅レンゲハイツ、医療診療所レンゲクリニックなどを通じて現代の超越した高齢化社会に鑑み、これまでの介護医療の枠を飛び出した画期的なサービスを提供いたしております。レンゲメディカルグループへのご相談はお電話で 0880-222-3781 みなハッピー、0880-222-3781みなハッピー。 3 2 1 0。 ロケットによる宇宙葬から身内だけの家族葬まで、ご葬儀のことならお任せください。株式会社銀河ステージ、 0120-426-388 0120-426-388。もしもの時に頼りになります。ヒロノさん、杉しゃぶ亭バイキングの4色鍋知ってます？みぶさん、お鍋が4つに仕切ってあって4つの味が楽しめるんや。すき焼きとしゃぶしゃぶと旨辛のチリ鍋と有機豆乳は自家製のごまだれで、うわー4つの味が楽しめるやなんて、まるで盆と正月と誕生日とクリスマスが一緒に来たみたいですやん。そうや、毎日がお祭り気分でわっしょいわっしょいや。ヒロノさん、明日連れて行ってください。任しとき。月しゃぶ亭バイキングは大阪府茨木市イオン茨木ショッピングセンター4階レストラン街、0726277521。ランチメニューもやってます。わっしょいわっしょい。燃えて名田美也子です。新曲心酒、今この曲で頑張っております。皆さんお聴きくださいませ。はい、皆さんこんばんは、ヒロノストムです。松田社長、はい、武藤さん、ちゃぶちゃん、堀内さん、はい、かなちゃん、はい、山田さん、はい、星野由美ちゃん、はい、そして三浦さん、はい、
何や、ユミちゃんみたいな可愛い声出しとるやんか。合わせてますさ、はい、その甘い声のね、永遠の2枚目、今月のスペシャルゲストでございます、勝呂誉さんです。はい、拍手。皆さんこんばんは、私が俳優の勝呂誉です。ありがとうございます。勝呂さん、はい、先月のドラマで、はい、ロカビリーええ、やってたけども、ええ、リハビリや。俺は内田裕也か。まだ新しいやんか。平尾のまーちゃんでしょ。山下圭次郎と。山下圭次郎。そうそうそう、うん、腰の方はどうなんですか。腰はね、はい、あ、ダメですね。ダメ。でもこの間1年ぶりにゴルフ行ったんですよ。はい、素晴らしいゴルフですわ。うん、やっぱりイメージトレーニングはテレビずっと見てね、はい、オリンピックのゴルフ、はいはいはい、ずっと見てて、うん、この間も松山君があんだけの成績、はい、それから、うん、女子プロもね、うん、見ててイメージトレーニングがものすごくできてるんですよね、はい、でやったらね、うん、意外と良かったんですよ。お、芸能界で一番上手なのが勝呂さん、小林明か勝呂さんか、まあ、どっちかって言うて、ね、これ有名なんよ。ほんで某よそのラジオ局で 2,3 年前かな、ゴルフのあの、ね、達人言われとった勝呂さんが亡くなってってな、そんな放送ありましたな、なんか、うん、アナウンサーも死んだんちゃう。松田社長もそうやね、先月のドラマでね、死にました。でも書いてあれはミムシニアが書いて殺したんやで。さあこんな感じ第2週、かなちゃんが、はい、ねえ、勝呂さんとのデュエット、はい、もう一度重奏の、うん、なかなか良かった。ユミちゃんもね、色っぽいと良かったけどね、かなちゃんのはちょっとね、セクシーっぽい松尾和子みたいな雰囲気で聞いてもらう、うん、なんか気だるさがあってパーッといく、うん、すごいかっこよかったわ、うん、はい、では勝呂さん、うん、この曲からスタートしましょう。そうですね。重曹に芽生えたひそやかな恋は今も燃えてるこの胸の中。結城忍作詞、伴健介作曲、もう一度重曹。永遠の二枚目勝呂誉と足美人の富山かなが甘く切なく歌います。別れたあの夜は星空も消えて、冷たいくらいの悲しみばかり、うつろな月日をお酒に浸たり、悔やんでいたのさ。一人はつらい、もう一度もう一度、二人の重曹。その明かりが優しく灯る、思い出めぐれば尽きないけれど、誰にも負けないこの愛だ、守ってゆくから。
みぶさん、ひろのさん、みなさん、銀河の彼方へ。ところで菅野さん、はいはい、まあ、銀河ステージというのは宇宙層をメインにやってるそうです、ね、ということでね、で、まあ、菅野さんも死んだらぜひ宇宙に行きたいというふうにおっしゃってまして、まあ、あの島田陽子さんとかね、何人かの方もうすでに予約されてるんですが、4つのプランがあるんですね、うん、まず宇宙に飛び出しての流れ星のように、ね、消えていくという宇宙をお墓にして燃え尽きるというプランと、それから地球の周りをぐる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 回り続ける人工衛星に乗るプランと、お月様に行くプラン、それからもう地球の軌道を越えて遥か遥か宇宙の彼方へ行くと、もう戻ってこないスタートリックみたいな、そういうプランとね、いろいろあるんですが、で広野さんはお月さんに行きたいと。そうそう、私はね、月が欲しいし、うん、月やな月月やね、月ちゃうね、お金払われへんね、わしの場合は。せやから月やったら月払いできるからいうことね。運の月でね。菅野さんはやっぱ永遠のスターやからな、星になってもらおう思ってな。菅野さんはどうですか、やっぱ人工衛星か何かによってずっと月。そうですね、なんか新しいあの衛星でそこに生物がいるとかいう、今なんかね、あの探査機がね、水があるから生物がいるんじゃないかってね、あれな、想像しただけでもね楽しいね、うん、銀河ロマンってなんか新しい歌歌ってもらえませんかね。おもろいな、ね、銀座ロマンのって銀河ロマンで銀河宇宙で、これいいな、うん、まあ、あの菅野さんもぜひね、ぜひって言ってもあれですね、早く死んでください言うわけじゃなくて、まだまだよ、まだまだですからね。まあ、あの本当にね、この走れた子始めた頃はもうヒロンさんももう70になったらやめるわとかね、なんか言ってたぐらいけども、みんな元気ですね。とうに過ぎましたね。そうや、もうなあ72も半ばやもんね、うん、目もはっきり見えるようになりましたしね。そうそう、目ね、手術のおかげでようになったし。まあ皆さんますますね長生きして、そして、もうあと100年後200年後生きるか知りませんけども、その時は宇宙の星になってね、地球を見守っていてくださいということで、これからいろいろあの長生きできる、まあ、人は100歳200歳まで生きれるようになるっていう、ね、うん、お医者さんもいますね、なんか、ね、100歳まではまあ生きるだろうと、100歳まではね、あ、そう、まあ、元気で生きれるんやったらいいけどね。そうですね、それですよ、ね、問題はそこです、元気でね、うん、まあ車椅子では寝たっきりじゃね、うん、行きたくないし、そうそうそう、うん、だから私の番組の最後でね、皆さんにお元気でって言うてね、でね、そうですね、はい、はい、お元気で。提供は銀河ステージでした。元宝ジェンヌと一緒に舞台に立ってみませんか。創作ミュージカル僕と王子様ワークショップオーディションのお知らせです。オーディションはね、11月27日13時30分から和歌山県の海南スポーツセンターで行われます。小学校4年生から中学生までのお子さん、それから高校生から一般の男女、ダンスと演技、歌と演技のどちらかに応募できます。それに先立ちまして、11月20日には同じ海南スポーツセンターで小学校4年生から高校生までのワークショップがあります。これは日向蘭さんが、その他南かりんさん、山上裕貴さんなどが講師として教えていただけます。もちろんワークショップ、オーディションどちらか片方だけの参加も OK です。お問い合わせは 073-497-9120 073-497-9120 へファックスでお問い合わせください。星野由美の星のつぶやき。皆さんこんばんは、演歌歌手の星野由美です。最近秋になって、10月から11月は秋祭りで呼んでいただくことが増えてきました。先日は私の地元奈良県桜井市にある玉面神社っていうところの秋祭り宵宮祭にお招きをいただいて、神社の行事に参加させていただいた後、夜は皆さんのカラオケ大会、そして
星の弓歌謡ショーということで、皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきました。この玉面神社は古くからある由緒ある神社で、境内には200種類500本もの椿が植えられていて、玉面のつらつら椿として有名なんやって。毎年3月には椿祭りが開かれて、たくさんの方でにぎわうそうですよ。私実は奈良県桜井市出身やのに、玉面神社にはこの間の秋祭りで初めて行かせていただいたんです。すごく地元で近いのに、まだまだ知らないことたくさんあるなって。もっともっと地元のこと、歌以外のことにも目を向けていかなあかんなって思いました。今度3月の椿祭り、ぜひ遊びにおいでって言ってもらったので、時間があれば行ってみたいなと思います。それでは聞いてください。作詞リエ、作曲江戸山口、編曲井戸のりお、冬秘恋。心の目隠し外してみても、幸せ遠くで見つめているの。寂しい一人の眠れぬ夜に、明けない朝はないはずと、いつも何かを求めてきたわ。続けることに疲れたあなた、冷めたままでも愛してほしい。そして悲しい、そして恋しい。山田敏和の風ごよみ。これからもこれからも捨てちゃいないさ、風ごよみ。皆さんこんばんは、メロディレコーズの山田敏和です。勝呂さんこんばんは。こんばんは。今週はですね、玉ねぎの植え付けについてお話しさせてもらいます。玉ねぎはですね、9月ぐらいに種をまいて、早生ですと10月、送って中手で11月中旬頃に植え付けるんですけども、事前にですね、有機石灰とか完熟堆肥をまいて土に混ぜ込んで、それからまたしばらくして有機肥料をまいて、もう一度耕しておくんですね。それから植え床を整理して、黒マルチ、ビニールなんですけども、敷いて、でマルチの植え穴に深さ 2,3 センチで植え付けます。で玉ねぎについてはですね、2回肥料をやるんですけども、12月の中旬と3月の下旬、この2回有機質の肥料を撒きます。でこの肥料を撒く時期を間違えるといい玉ねぎができないんです。それとですね、11月中旬からは7月下旬に撒いた夏巻きの人参の収穫期になります。まあ、年明けにですね、収穫するときは12月中旬に土寄せして寒さ対策をします。それでは聞いてください。滝野英二作詞作曲、風ごよみ。染めてゆく思い出すんだ、ふるさとをいつしか途切れた。
重ねる風を読み、富山かなの。おお、うんうん、なるほど、そうか。皆さんこんばんは、ヒートビートレコードの富山かなです。こちらのコーナーでは私が日頃おお、うんうん、なるほど、そうかと感じた世界の偉人の名言格言を紹介したいと思います。それでは今日の言葉はこちら、君のまず差し当たっての義務は君自身を幸福にすることである。君が幸福であれば君は他人をも幸福にすることができる。幸福なものはただ幸福なもののみを身の回りに見出すのである。アレクサンドル・プーシキン。プーシキンはロシア近代文学の講師とされる詩人、作家です。人によって幸せに感じることって違うと思いますが、自分の幸せについて考えることありますか？朝が来て夜が来て繰り返される日々を追われながら、またはなんとなく過ごしている気がするのですが、自分にとっての幸せとは何なのかということについて向き合い、それを実現するために生きていけば自分の心も豊かになって周囲の人にも幸福を広げることができるのではないでしょうか。では今日の言葉をもう一度。君のまず差し当たっての義務は君自身を幸福にすることである。君が幸福であれば君は他人をも幸福にすることができる。幸福なものはただ幸福なもののみを身の回りに見出すのである。アレクサンドル・プーシキン。それでは聞いてください。作詞富山かな、作曲上藤恭生。このまま似た者同士で人よ過ごした嫌いなどしないわ、心はいつでも一人きり。愛なんて曖昧で身を焦がすなんて馬鹿らしい。別れ際には振り向くこともなく影をほどいてさよなら。不思議物語、巫舞深夜の深夜の巫舞。テレビ版深夜の巫舞後編です。はい、カット。ディレクターの声が関西最強の心霊スポットである廃病院に響き渡る。お疲れ様です。スタッフがビデオチェックする。最終カットで僕が心霊現象は起きなかったようですとカメラに向かって話しているとき、背後にパジャマ姿の青白い女の姿が浮かび上がってきた。直美さん、いい表情してますね。 AD の寺内くんが感心したようにつぶやく。背後の幽霊に全く気づかないでカメラにレポートする僕との対比が面白い。幽霊役の直美さんという女性タレントの無表情な顔が妙に不自然だ。よし、撤収だ。ディレクターの指示で機材がテキパキと病院内からロケ車に運び出される。撤収の最中に黒いセダンが病院の門から入ってきた。こんな夜中に何だろう。皆がいぶかしげな表情を浮かべた時、セダンがロケ車の前に停車し後部の扉が開く。おはようございます。細身の小柄な女の子が慌てた様子で降りてきた。
直美です、すいません遅れちゃって。彼女が申し訳なさそうに頭を下げる。一瞬全員が撤収作業の動きを止め、凍りついた表情を浮かべた。ビデオに映っていた幽霊は本物だったのだ。おしまいです。みぶ深夜の深夜のみぶ、次回もお楽しみに。広野勤む今夜のあきら節。はい、ゆみちゃん。はい。リクエストのハガキが来ております。はい。初めての方よね。そうですね。うん、はい。豊中市の市木高輝さんです。はい。いつも楽しく面白く聞いています。中でも。ゆみちゃんが一番好きです。え、そんなん書いてある？あ、私勝手に読んだだけですけども、はい、すいません。はい、それではリクエスト曲ホッキコよろしくお願いします。では豊中市の市木高輝さんです。はい、そして私の全国のあきら節ファンの皆様にお送りいたします。今は黙していかん、何をまた語るべき、さらば祖国愛しき人よ、明日は伊豆子の町か。西沢創作詩、遠藤実作曲、北帰行。広野さんが歌います。窓は夜を包み濡れて、すでに遠のく人へ帰る旅人一人、涙流れてやまぬ。7階のスタジオから見渡す神戸ハーバーランドの夜景、ライトアップされた赤いポートタワー、中鳥邸に見えるホテルいっぱいにきらめくイルミネーション、メリケンハトバの水面にはキラキラと揺れて映っています。静かな神戸は海の町、聞こえてくるのは波の音、そして潮の香り。皆様方には今週も健康で素敵な7日間でありますように。ではまた来週月曜の夜9時に。お元気で。今は黙してゆかん、何をまた語るべき、さらば祖国愛しき人よ、明日は伊豆この町か、明日は伊豆この町か。Thank you.